小学生の皆さんこんばんは。 FC 岐阜背番号30番宇賀神智也です。僕のストロングポイントはピタッと止めるトラップです。宿題のテーマは浮き球をきれいに止めるトラップ。この宿題のポイントは、ボールを迎えに行くのではなく、最後までボールを見て地面スレスレで止めるのがポイントです。でそれをすることによって相手がプレッシャー来るときに時間を作り出せるので、そこをぜひ注目してもらいたいなと思います。これが違う例、もう一回いく。これ違う例で、次いい例。これがもっと距離が長くなっていったときに、長くなって相手がプレッシャー来てても最後まで我慢する、迎えに行かないボールを、それがポイントです。いや、いい、迎えに行かないでここまで持つ。そうすると時間ができるから相手にプレッシャーを受けなくなる。こういう感じ。皆さんもぜひこの宿題でチャレンジして、ピタッと止めるトラップ、ぜひとも試合で使ってみてください。ナンバーワンになるぞ。イエーイ、宇賀神選手 FC 岐阜頑張れ。はい、宇賀神選手、僕のトラップどうでしたか？宇賀神選手、宇賀ちゃん、これで俺と一緒のトラップマスターだぜ。南波さん、今度サッカー教えてください。どうですか、宇賀神さん。